8番漆黒の信明。ボクシングチャンネルいつも見てます。俺実はオサミンティヌス3世のオサムです。マジでゴースティングじゃなくてたまたま当たって興奮してます。はい、人を集まったながらで点を取っていきます。まあ、6番最強格闘家頑張ります。8番さん帰ってきましたよね。信明、一国の信明。キャラ、ルール説明します。呆れてんじゃん。まあ、自分は、普通にセオリーで行こうと。はい、なら始めます。いや、この部屋人狼やりたくない。できれば占い師がいい。私は占います。8番が黒です。 Oh my goodness。 ゲームスタートです。身分を確認してください。あ、お願いします。やっていらっしゃいませ。はい、6番さん行ってもらっていいですか。占い師。あ、何でもいいです。場面でやりましょう。お願いします。占い師、信明つろ。昨夜は誰も死にませんでした。8番のプレイヤーを発言してください。てください。8番漆黒の信明。私は興奮していることがある。6番さんボクシングチャンネルいつも見てます。俺実はオサミンティヌス3世のオサムです。マジでゴースティングじゃなくてたまたま当たって興奮してます。なぜゴースティングじゃないかというと、僕は今日動画を出していないから、こうやって編集していないことをバレたくない。でも言いたかった。いつも見てます。ボクシングチャンネル、今日はいい戦いにしましょう。オサムさん以上です。9番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。わかんない、あんまり詳しくないんで。有名な方なんです。占い師カミングアウトします。セオリーに習って左隣の1番さんを占いました。結果村人陣営でした。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。9番さん1番さんに指導出し把握です。とにかく8番さんのやつで本当びっくりで、9番さんの発言が全く頭に入ってきてないんですよね。6番のプレイヤーは占い師用いたします。信明さん、占ったんですよ僕。占い理由が、なんで左じゃないのかっていうのは、もう開幕当初なんか信明さんの声がもうなんかふざけてたのかなと思って、で人狼だったらもう8番占おうと思って占った結果黒でした。なので僕はもう9、8、黒なんで、終わりですこのゲーム。はい、終わりなんですよ。お疲れ様でした。でも、はい、僕から釣っていただいてもいいですね。6、8、9でも8、9でも何でもいいんで、まあこの2人黒なんでよろしくお願いします。8番のプレイヤーは発言して、あと2番お前誰だよください。そうですね、9番さん占い師と6番さん占い師を把握しました。で1番さん白出しと6番さんが僕に黒出し把握しました。ですね、僕6番今回はですね生放送見てないんですよ。正式な勝負したいから生放送見てないんですけども、6番さん占い師使用の視点で、まあ、若干怪しいとは思いつつも、まあ、ちょっとフラットに見ていきたいなと思っていたんですが、6番さん僕を黒出し、間違いなく6番さん黒ですね。僕は、村人陣営なので間違いなく6番さん黒ということは把握いたしました。他に怪しいのがですね、2番さん、1番さんが何占いで何出したか分かんないとか言ってましたけども、それなんか放送見ててちゃんと見てなかったんじゃないの。お前ちゃんとやってんの。2番さんも怪しいし、無駄に5番さんこれから売れない最高が出ると思います。いや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 、そんなみんな知ってるかな。みんな知ってる中で面白いこと言ってるんかな、分かるかな。5番さん以上です。絶対放送見てるわ。プレイヤーは発言してください。プライベート誰だよ。はい、2巡目っていうことで、おさむさんじゃないでしょ。あと占い対抗を把握しました。8番さんがよく喋ってたので狼っぽいなと思いました。で6を信じたら8、9、8、9、6の順番に行った方がいいのかなとも、まあ、今の僕の印象としては、
8番、1番さん言ったように、ちょっと8番さん、ちょっと発言がちょっと、まあ、いっぱい言ってたんで、8、9、黒っていうふうにちょっと今、睨んでて、8、9、黒、6、6が黒、4ぐらいの割合でちょっと見ています。で、別に6、8、9、別に全然ローラーで回しちゃってもいいかなっていうふうに思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。まあ6、8、9でもいいんですけど、まあ、8、6、9かなって自分は思ってます。今日は8番さん釣りかなと思ってます。はい。で、なんだろう、僕思ったんですけど、誰も4番さん村とか黒とか言ってくれないじゃないですか。何なんですか。 LINE 誰か繋いでくださいよ。なんか僕だけぼっちじゃなかったですか。今の流れ聞いてたら4番どう思ってるんですか皆さん。5番6番のプレイヤーは僕はまあ8番人狼って分かったので、で9番も人狼ってことで、もう僕の仕事は終わってるんですけども、まあうん、8番釣って僕釣って9番釣って終わりって感じですかね。はい、以上です。ということで、まあ、6番さんを信用して、まずとりあえず6番さんの8、9を信用したところで、まあ、6番さんにはご退場願うと、まあ、そういう考え方もできますし、まあ、そうですね、8番、9番、まあ確かに8番さんの話し方はまあ少し怪しかったっていうような、まあ本当にまあ感情的なまあ意見ですけど、まあ、まあそういう意見はとりあえず残念だったら8番、ゴースティングやろう。しときますね。まあ、特に意見ないんで、じゃあこれで。おさむさん、さようならです。何がおさむですか、本当に。やめてください、偽物は。しっし。完全プライベートおさむさん、ヒッタンゲッタンということで、あいざいます。6番、プレイヤーが選ばれました。夜が来ました。目を閉じてください。本物だったらやばい。マジか。これでいいでしょう。昨夜死んだのは4番。うん。5番からだ。5番のプレイヤーは発言してください。それだけかお願いします。結果お願いします。そうですね、今日は8で間違いないと思います。今日は8釣りで間違いないですね。2黒把握です。でも8、9、2でローラすれば多分縄足りるんで、もう勝ち確ですね。お疲れ様です。そうですね、6番さんが俺のこと黒出ししたってことで、まあ村人陣営からしたら僕を釣ればかなり村人陣営の勝利に近づくんじゃないかなと思います。ただ僕から一つ言えるのは、まあ、6番さんは黒の偽占い師で確定なので、9番さんのことを、まあ、狩人を守っていけば、まあ、村人陣営の勝利に近づくんじゃないかなと思います。以上です。似てるの声、おさむさんって歌う人だよね。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。僕のプライベートの気持ち悪いキャラクターを、まあ、放送してたらですけど、ちょっと皆さんにさらしてしまって本当に恥ずかしく思います。また名前変えてアカウント作って、そちらの方でストレス解消していきたいと思います。おさみです。撮影のおさみでした。いや本当に本当に夜が来ました。本当に言ってる。目を閉じてください。え、なんか話し方はおさむさんっぽいよね。人狼だからって何でも嘘ついていいと思ってるリスナーさんじゃないの。マジで。朝が来ました。8番黒だな。昨夜は誰も死にませんでした。何やってんの。2番、夜にスキップしました。ちょっとおさむさんにじゃあ DM 入れるよ俺。ゲーム終了、村人の勝ちです。おさむさん、のぼあきさん、本物なの、本物なの。
いやマジっすか、いやマジで、いやマジじゃん。